夜の街ニューオープンのお店特集。最近浜松の街中にオープンしたお店2店舗をご紹介します。最初にご紹介するのは中区田町有楽街の笠井屋ビルの2階にあるガブ飲みどころ鬼ぞりゴリラ。楽しいでつながる世界を作るをコンセプトに掲げる飲食企業株式会社ファイブグループが昨年12月16日ガブ飲みどころ鬼ぞりゴリラ浜松店をオープンしました。大人だってガブ飲みしたい夜があるを合言葉に大人のたまり場を作り地域活性も目標にしている飲食店です。すっかり夜ですね。有楽街をゆりどき通りの方にちょっと進むと左手に見えるのがガブ飲みどころ鬼ぞりゴリラです。なんかもう階段登るだけですごいワクワクします。鬼ぞりゴリラ、あ、もう早速店員さんが、あ、こんにちは、いらっしゃい、こんにちは、カメラマンでしょ、今日一人、あ、一応カメラマンもいるんですけど、いいですか、あ、一人、どうぞ、ケーブルです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、こんにちは、お願いします、すごい、もう早速温かい接客で迎えてくれました。あ、大人のたまり場として店内はカリフォルニアガレージを意識したインテリアで統一。また遊び場としてクオリティを上げてくれるダーツやカラオケルームなども完備。さまざまなシーンに合わせて利用できます。失礼します。 ありがとうございます。おしぼりですね。どうぞ。おしぼり、あったかい。うちのお店ですね、ガブ飲みどころっていう時ことだけあって皆さんにちょっとですね、安くたくさん飲んでいただきたいなっていうところで、こちらのステッカーをご購入いただけると200円なんですけれども、中ジョッキのお値段で、鬼ジョッキ 800ml の鬼ジョッキ、大きなジョッキでガム飲みしていただけるというものになっております、はい、携帯の裏に入れといてもらったりとかして、はい、取っといていただければ、うんうん、今日から使えてずっと使えるので、ずっと倍のサイズのものが飲めます。めちゃめちゃお得ですね。お得です。1回だけじゃないっていう、1回だけじゃない、このもうずっと使えます、はい、私グリーンが好きなんでグリーンにしました。200円でステッカーをゲットしたところで店員さんおすすめの生レモンサワーを注文。この800ミリリットルの鬼ジョッキが290円で飲めちゃいます。生レモンサワーの鬼ジョッキですね。鬼ジョッキ、鬼ジョッキです。すごいでかい。こちらが鬼ジョッキって言います。鬼ジョッキ800ミリリットル入ってます、はい、顔よりでかいです。すごい。31冊は乾杯、ドリンク出ました。いきます。お疲れ様です。お疲れ様でございます。ガブ飲みしてください。乾杯。乾杯。ガブ飲みしてください。お疲れ様ですって言われてね、すごい嬉しい。いただきます。はい、ちゃんと、うん、わっ、レモン、もうキリキリ、すごいレモン最高。うん、なんかもうこれで今日金曜日なんですけど1週間の疲れ全部吹っ飛びますね。楽しい。お通しのメキシカンサラダです。見てください、メキシカンサラダ、はい、上にマカロニサラダが乗ってるので軽く混ぜてから召し上がってください。うわ、美味しそう。ありがとうございます、はい、いただきます。うん、うまっ、最高。これめっちゃ好き、メキシカン。ザクザク待って、メキシカン好きな人マジで好き。メニューをまだ見てないのでちょっと見たいね。餃子とかもつ煮とか、やっぱ飲み屋さんだからこうやっていろんなメニューがありますね。なんかすごいな、いろいろあるな。お、なんだこれは、お洋服も売ってる。鬼ぞりゴリラは居酒屋としての枠を超え、学生時代を思い出すクラス T シャツのノリでアパレルも販売。鬼ごりの服を仲間と身につけ地元愛を表現してほしいという熱い思いが込められています。どれを頼んでいいかわからないので店員さんを呼びましょう。ピンポンっていうのが、ね、ないんですよね。ピンポンがないんですよ。お願いします。はい、お伺いします。なんだ、あ、店員さん、はい、まずなんかピンポンがなかったんですけど、これは なんで、あ、一応もうどこから見てもこう目が合う作りになってるので、はい、おー、確かに低いですね、壁が。そうです、そうです。なんでどこから見てもこう呼ばれそうになった時とかに気づけるように、やっぱこう気にさせないようなこう接客だったりとか気づきとかっていう部分をやっぱ強めるためにもこう置かない方が。なるほど。あ、嬉しい。なんか
いい接客だなってなんか思っちゃいますね。ありがとうございます。素敵だなって、はい、おすすめありますか、はい、たくさんあるなと思って。そうですね、何がおすすめですか。ゴリラの上腕二頭筋をください。じゃあこれお願いします。はい、ありがとうございます。ゴリラの上腕二頭筋、どんなものなんだろうちょっとゴリラの上腕二頭筋を待ってる間にオーナーのタクちゃんさんにお話を伺いたいと思って。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。鬼ぞりゴリラもう入って私もう5分ぐらいで虜になっちゃったんですけどありがとうございます。どんなお店なんですかここは。もともとその町の大人のたまり場をこう作りたいなというところからスタートして、でその30代に40代になってくるとその昔のように若く飲める場所がなくて、でその人たちが昔のように楽しく飲める場所、大人でも若い頃のように楽しく飲める場所、そんなたまり場を作りたいなという思いで作りました。出身はどちらですか。出身はもともと埼玉 で、ずっとまあ関東で居酒屋やっていて、地方出店どこにしようかなっていうのを考えていて、まあ、いろんな地方もあったんですけど、その時に浜松ちょうど来た時にその人の温かさとコミュニティの強さと、あとは地域愛の強さをすごく感じて、あこの町のなんかこう活性化の一員になれたらいいなという思い で浜松に出そうと決めて、はい、出しました。その浜松の人の反響とか。いや本当出してみて改めてその浜松の人の良さというか、うん、すごい、もう毎日感動してるぐらいなんですけど、いやこれは絶対この浜松の人っていうのは絶対にこう町を代表するなんかこうものの一つじゃないかなと思います、はい、ちょっと嬉しいですね。わお待たせいたしました。ゴリラの上腕二頭筋ですね。すごい太い写真よりも太いです、ね、実物の方が太いですね。太い、ありがとうございます。すごいです。うーん、うーん、豚肉最高。ありがとうございます。お酒に合うように。あ、ちょっと楽しそうなグループにお話聞こうかなと思って皆さん今日ここどんなグループですか。小学校の同級生の、うん、今日久しぶりに会ったの。毎日会ってます。毎日会ってた毎日会ってた。乾杯。何飲んでるんですか。スパークリングウォーター。このネームタグが気になるお姉さんにちょっとお話を。どうですかここでなんか働いててすごい元気な接客で楽しいですか。やっぱり楽しいですね、うん、元気与えるっていうのもそうだし、元気よくやってると本当に自分も元気になって働いてて本当に楽しいなっていう。みんな働きたいな。ぜひバイト募集してます。します。終始。本当ですか。終始してじゃあちょっとバイト募集こちらまでみたいな。本当ですか。マジでしてます。じゃあ一緒に働きませんか。お願いします。バイトの子たちにもお話を聞いてみました。働いてここ楽しい。楽しい。どんなとこ楽しいですか。元気なとこ。元気なとこ。元気。あとみんな仲いい。仲いいんだ。こういうバイトを経験してなんか自分が成長できた部分とかあります。ニミちゃん。ニミちゃん。コミュニケーション能力はなんか少しずつついてきたかなと。私はそうあんまり人と喋るのが得意じゃなかったんですけど、うん、やっぱ接客業でお客さんと関わる機会が増えたから、うん、ちょっと喋りが上手になったり、うん、気が使えるようになったっていうか、うん、例えばテーブルでおしぼりが乾いてたりすると、まあ、気づいて変えたりとか、うん、そういう、まあ、友達にもじゃあそれを、まあ、できるじゃないですか、うん、ご飯食べ行ったりとか。あ使える。普段の生活 で、モテポイント。あモテポイントモテてる今。いや全然もともとすごいポテンシャルを持ってた子たちだからそれがこう磨かれてさ、こういうバイトをすると楽しいね。鬼ごりで働きたい人はここまで。鬼ぞりゴリラは来て食べて飲んで楽しい、そして働いて楽しい、私たちの元気の源になる温かいお店でした。こんな素敵な場所が浜松にあるって嬉しいですよね。ありがとうございます。いやめっちゃ良かった。すっごい元気。このねやっぱ元気になる1軒目にちょっといいかもしれないですね。この元気もらって
ちょっと飲み足りないな、もう一軒行きたいなってところで、じゃあ次のお店行きましょう。ダモンデハンバーグ。続いてご紹介するのは、昨年6月にオープンした浜松市中区元魚町にある笑う小林トリバー。なんとマスターは日本で最も素人に近いバーテンダーなんだとか。さあ、どんなバーなんでしょうか。早速行ってみましょう。こんばんは。こんばんは。どうもいらっしゃいませ。こんばんは。どうもどうも。はじめまして。笑う小林トリバーの小林でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おしゃれなバーですね。本当ですか。小林さん。あらまあ、そうですかね。なんか、はい、その、うん、トリバー。トリバー、はい、笑う小林トリバーっていう、まずそのネーミングすごい面白いなと思ったんですけど。なるほどなるほど。 なんでですか。これは正式屋号なんですけど、笑う小林トリバー、僕、ですね、7ヶ月前にこのお店オープンしたんですけど、ですね、僕飲食店の経験もなければバーテンダーの経験も、なく、全くの粒の素人で始めたんです。下の焼き鳥屋の鳥爺の熊本くんがここのお店のオーナーで、声かけてもらってバーをオープンしたんですけど、で僕相談したというか、最初の頃にトリバーをどうやっていこうかって話になった時に、僕、小林さんはもう経験が1ミリもないんだから、このお店に美味しいお酒を飲みに来るお客さんなんて皆無だと。で、小林さんに求めることはただ一つ、ただただ笑っていてくれと。ああ、そういうことなんですね。それなんです。だから笑う小林。そう、なんか僕泣きたい時も笑うしかないっていう悲しい宿命を背負ったバーテンダーやっております。もう、はい、はい、だからこのバーっていうと、はい、ちょっとこの静かにカッコつけるみたいなイメージがあったんですけども、この小林さんが目の前にいたら、はいはい、もうテンション上がりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではかっこいい作らせていただきます。お願いします。わその、なんですか、色は完成させずにお出しします。お待たせいたしました。本日のとっておきのカクテル、グラデーションシャイナブルーです。お召し上げください。めっちゃ綺麗じゃないですか、このグラデーション。ありがとうございます。わ、しばらく眺めてたいです。そうですね、映えですね。そう、映えですね。この色にをやっぱチョイスしてくれたのもウィンディーだからですか。当たり前じゃないですか。わ、当たり前ですか。こういうところもなんかたまたまなんて言えない。たまたま褒めちゃったよ。ありがとうございます。シャイナブルー、おしゃれに、さっぱり飲みやすい、おいしい、ライチ、ありがとうございます。ライチ、すっきり、本当そうですね、おいしい、ちょっと夏に汗かいた時に飲みたいような、本当そうですね、夏らしいカクテルだと思います。あ、常連さんだ。お話を聞いてみました。本当に小林さんの笑顔はいつも癒されて、なんかここに来た甲斐があったなっていつも思わせてもらえる。小林さん の人柄でやっぱり会いに来てる方が多いもんですから、うん、一つ何か面白いものを持った、うん、そういう人がいっぱいここは集まってくれたなと思いましたね。小林さんの魅力ってみんな多分応援したい。それなんですね。素敵な、また素敵な愛に包まれたバーですね。飲まれて飲んで、お酒を飲む方も飲まない方も、バーに行ったことある方もない方も、どなたでも来ていただきやすいバリアフリーバーとしてやらせていただいておりますので、ぜひお気軽に遊び来てください。お酒だけじゃなくいろんなイベントもやっておりますので、ぜひよろしかったらお気軽に遊びに来てください。お待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだまだ夜は長いですよ。酔わせちゃおうかな。